どうも、キノコです。やっと、カチカチ鎖姫レベル10まで、やってきました。リンネの特攻特大が、今日までなのでとりあえずは、邪神カチカチが倒せるようにするために、レベル10まではやってしまいます。が、その前に Twitter で、フレンド様に鎖姫、出ましたの報告をします。失礼いたしました。それでは、レベル10討伐行ってきます。ぐはぁ、初っ端からリンネでミッション来ないのは痛い。ですが、ただいまリンネの特攻特大中なので、ミッションが来なくても、それなりのダメージは出てくれます。その6万4000、やっぱりミッション来て欲しかったですね。あとはみんな特攻ではないので、カットします。1回目のダメージが9万7000、やっぱりリンネでミッション来ないと10万切りますね。2回目もミッション来なくて約9万。おお、フレンド様が削ってくれてますね。3回目でようやくミッションが来てくれて、約13万。そして、フレンド様がえげつない、ダメージを与えてくれています。フレンド様様です。4回目、まあまあいい感じの配置で、ミッションが来てくれたため、約15万の高ダメージ。そして無事フレンド様の助けもあり、レベル10討伐することができました。ドリンクの使用が3つで済んだので本当に良かったです。そして、討伐報酬は相変わらず、うんちでした。そしてカチカチ、鎖姫をレベル10まで倒したことにより、ようやく、すべての邪神カチカチの封印をすることができ、ようやく、邪神カチカチを仲間にすることができます。というかどれだけ、ガシャ特攻を持ってても、おはじきをレベル10までしないと、邪神カチカチに勝てない難易度設定、おかしすぎます。2ヶ月に1回くらいの頻度で、鬼畜イベント、来るのマジなんなんでしょうかね。そして、これが完全に、初見での邪神カチカチとのバトルです。とりあえずネットで拾ってきた、パーティーを雑にそのまま、流用しています。果たしてこれで邪神カチカチに勝てるのでしょうか。とりあえず、リンネ討伐とアマテラスのデカ、プニを作ってみます。そしてとりあえず勝てるかもわからないのに、超貴重な絶品牛乳をあげてみます。あとはバンバコ技を打っていきます。おそらくこれで勝てるでしょう。嫌な予感が。果たして、リンネ一発で、邪神カチカチを倒せるのだろうか。オラの絶品牛乳が、くらえ！怖くなったので、次は暴走閻魔を入れてやってみます。これでおそらくは負けることはないでしょう。やってることは同じなので、ここは早送り。おまつ打ってからのリンネ一発では、倒せないことが分かったので、最後にアマテラスが打てるように HP には気をつけます。アマテラスだけでとどめが刺せるか不安なのでなんとなく、リンネをもう一発撃ってみます。ですが、間に合わなさそうなのでやっぱり、アマテラスを撃ちます。なんとか邪神カチカチ倒せました。一発目でドロップなるか？ああ、一発目はドロップなし。こんな感じであとは、邪神カチカチが仲間になるまで、周回続けていきます。ただいま7周目、絶品牛乳には限りがあるので、早く仲間にしたいところ。邪神カチカチより先にスキルボンが落ちてしまいましたが、早く邪神カチカチを仲間にしたいところ、そして現在は13周目。来たー！13周目というかなり早い段階で無事、今回のイベントの唯一の最強キャラである邪神カチカチを仲間にすることができました。とりあえず絶品牛乳が尽きなくて本当に良かったです。これでとりあえずはイベント終了までは一歩稼ぎができそうです。あとはひとまずこいつを頭にして、そこからはのんびり邪神カチカチ監督を目指して周回していきます。皆さんも、かなり難易度設定は鬼畜ですが、邪神カチカチ仲間にできるように頑張ってください。それではさよならピンピンピストル、キューン。